ダッシュで行こうぜ、武田です。刻んで行こうぜ、俺の頭皮はバタースコッチの香り後付けしたかのような挨拶だったねごめんなさい、ストレッチ中申し訳ないけど、はいはい、明日、大西さんとの800対決なんだよ。やったね急にね、決まりました。なんで今日は前日刺激ですね。で、800m のここまでガチで練習してきて、前日刺激も真面目にやったことがないから、800の前日刺激ってどうやんだっけって思っちゃって、うんうん、でまあ現役の時はね、600、1本とかやってたんですけど、結構ガッツリだね。今、1分切れるか切れないか、最低でも今2分3から1分59が出るかなと思ってるんですけど、その力で600、1本はちょっと明日に疲労が残りそうだなと思ったんで、インスタでみんなに聞いたんですよ。そしたら一番多かったのが400、1本、気持ちよく1本やりますとか、うん、で2番目がやっぱりその俺も現役の時やってた6プラ2とか、それを参考に300プラス200やります。おお、全く参考にしてないんじゃない全く参考にしてないんじゃないそれ一番うざい女子話だけ聞いてほしいやつどっちの色がいいみたいな、ね、そうそうそう、まあ、あのイメージは300はレースペース余裕を持った感じのイメージで入ります。200は、レースペースよりもちょっと早めのスピードを入れて筋肉に刺激を入れていくっていう、うん、タイム的にはどのぐらいですかどっちも。300が43から45でめっちゃ余裕でいけたわっていう感じになりたいなと思って、200は27秒かなぐらいでできたらいいかな。まあ前回600でもありましたけれども、はい、タイムはめちゃくちゃ良かったけどちょっと詰まったよね動きが。愕然とした。かすかみくしゃみの癖どうなってんの愕然としてエンディングでも結構余裕がありました、まだいけそうです、手応えめっちゃ良かったですって言ってたじゃん。周平が編集してくれて動画アップロードしました。俺も自己ベストだしみんなのコメント楽しみだなと思って動画見てたんよ。動き悪いみたいなあれびっくりしたマジで。確認しなかったもんね動画ね。58秒で入ってめちゃめちゃ余裕だったんですよ。ラスト200まくり上げたろうと思ってグワッていって、あんだけこう200から上げたから最後硬くなったのかなっては思ってたら、うん、マジで硬かった。まあラスト200に関してはさ上げたくなるじゃないですか。なのでなんかああいう力みって、うん、まあしょうがないかなと思うんですけど、僕なんか300から350あたりがなんかペースメーカーが前にいてそれに合わせるような動きになったからこう詰まっちゃったのかなっていう、残ったんだ。そんなことはなかったんだ。そう、感覚はマジで良かったし、いつかの後ろ走りやすいなって思いながら走ってたから、うん、なので前日刺激、今皆さんこれから走る映像見るとは思うんですけど、コメントでどう思ったか今回もちょっと。よしきさん、これ上がってる頃には試合終わってますそうなんだけどそうなんだけどですが、この800物語まだ終わりじゃない、試合見つかりました。おお、待って、公認？公認でございます。すげえ、いいね。大西さんとの対決も大事なんですが、次のその800の試合も見据えてやっていこうかな。いいね。試合なんですけども9月23日福島、海星山陸上競技場で行われるミドルディスタンスチャレンジ MDC ですか、出てきます。おお、いってらっしゃいませ。海星山ってあの10分なしたところ。そうです伝説の11分。なるほどね、わかりました。そこに出ると周平とか芝社は伝説の11分で走ったところってイメージかもしれないんですけど、僕からしたらまあ高校からお世話になってる1500もあそこで県優勝したこともあるし、 5000m も14分台で走って県のトップランナーと走ってた、なんか思い出のある競技場なんで。じゃあ吉木さんにとっては感覚のいい競技場ってことなんですね。そう、わかりました、了解です。楽しみにしながらね、とりあえず今目の前の前日刺激をやっていこうと思います。わかりました。今日も雨だね。明日も一応雨予報だけど、ギリ止む、ギリギリ止むか、うん、予報だったね、わかんない、レイニーバトルかもしれないけど。あ、マジ緊張するお姉さん前日刺激やってないやん多分。やってないし、午前中もあのがっつり自分の練習やるって言ってた。じゃあ頑張ってください。頑張ります。サンプラに待ってろ大西。おお、チーラねダッシュで行こうぜ。疲れた。ビームス来てるんだね。いい感じ。走れる？全然走れる。ごめんなさい。なんかスプリント感出てきたよね。かなり。いいね。うん。いいね。こうあの自分で。足を引き出しているというかもう、まあ、ちゃんと
反発をもらって跳ね返って誘客が前にしっかり出てる感じがいつもよりあるんで、多分スプリント力がね単純に増したんだと思う。本当にショートもかもしんないけど、この400から800ぐらいに向けたスプリント的なものが上がってきてると思う。めっちゃいいと思う。ごめんなさい、行きます。サンプラにやっていきましょう。今日も三刀流なのでね、ちょっと痛んであります。はい、ちゃんと静止して OK。 全身ブルーでかっこいいね。やっぱこう前半ちょっとスピード出すよって時に若干まだ煽る靴があるんで、これって単純にスピードレベルに対してのヨシキの上半身の筋力がないだけで、なんか動き動向っていう問題ではありません。ただの筋力不足です。30 40 41 42 43 44 4秒1。そこから200ボックしっかり歩いていきましょう。いいよ、余裕持って、余裕持ってね。はい、いいと思います。疲労が残んない程度に。疲れちょっと今日ね、なんかジョギングの動き見てたらいいなと思って、調子良さそうだねって声かけたら、前にやった仕事の疲労があったようだし、自分的にはちょっとまだ疲労感があるっぽいです。しっかり休んでもらってね、明日も夕方からなんで、午前中もしっかり休んでトライアルに行くという流れがいいと思います。さあ200まで回っていきたいと思います。いやマジでね、きつくて俺も練習終わりで撮ってますけれども、きつい、めっちゃハーハー入っちゃってるよね。ごめんね。いや僕も最近いろんな人のトレーニング動画見るんですけど、やっぱトレーニング動画見るとテンション上がりますよね。はい、しっかり、いいね、やっぱ動きいいよね、うん、コーナーから入ると上半身しっかりしてるんだよね。リラックスリラックス、キープだよキープ。20 4 5 6 6秒2。仕上がり完璧じゃないですか。完璧じゃないこれは。ありがとう。6秒2か。うん、あれでめっちゃコーナーが良かった。めっちゃイメージしてた。めっちゃいいじゃん、うん、とりあえず今日はこれで終わりか。これで終わりです。いやいいね、いい感じに筋肉と体に刺激が入ったんで、光加減が危ないけど顔色だけ心配。ナイスラン、お疲れ様。またタイム予想してみてね。そうだね、次回のね。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。